大きな音で失礼をいたします。令和新選組代表の山本太郎と申します。よろしくお願いします。令和新選組ってなんやねんって方のために説明させてください。簡単に国会議員700人いるんですよ。そのうちの8人のグループが令和新選組です。で、旗揚げして5年です。バックに統一教会とか創価学会とか宗教いないんです。バックに大企業とかいないんですよ。一人一人社会がどうにかならないかなと思ってる人たちが令和を応援してくれて、5年で8人の国会議員が誕生しました。そこでリーダーを務めております令和新選組代表山本太郎が塚本駅でご挨拶させていただきます。よろしくお願いします。いや、ひどい世の中ですやん。そう思いません？あまりにもひどすぎる。どれぐらいひどいか言うたら、国民の6人に1人が貧困ですって、高齢者の5人に1人が貧困ですって、一人暮らし女性の4人に1人が貧困ですって、一人親世帯の2つに1つが貧困ですって。その一方で自民党の国会議員4分の1は裏金猫ババ数千万円けども、逮捕もされないしお金も返さないんですって。極楽極楽っつってるやつらが一定いて、その裏では国民がみんな地獄みたいな生活を送ってるって、こんな社会おかしいでしょ。それを変えたいんですよ。でね、日本にお金がないと思ってる人大きな間違いです。日本はお金で溢れてます。今大企業この13年の間にキャッシュ現預金だけで139兆円新たに貯め込んでるんですよ。すごいでしょ。国民は貧困化、一部だけは大金持ちになり続けてる。これ格差って言いますよね。超絶格差の国が日本なんです。どうしてこんな国になったかってことなんですけど、全て責任は政治にあります。政治が作ったルールの中でしか私たち日本人は生きられないんですよ。何でもかんでもあんた生活大変なこと政治のせいにしなやって人いるんですけど、違うんです。政治が作ったさまざまな障害によってこの国に生きている人たちは生活が厳しくなってます。30年ですよ皆さん、30年。先進国で日本だけ30年景気が悪いんですよ。そんな国存在しません。実質賃金30年下がりっぱなし。30年の不況の中で所得の真ん中が131万円下がってるって異常事態なんですよ。この腐った政治の根本を正すためには、空気は読めるけど空気は読まない、そんな覚悟の決まった令和新選組の拡大が必要です。どうかお力を貸してください。ピンク色の投票用紙には比例ひらがな3文字令和、比例は令和とお書きいただきたい。そしてもう一つ、この塚本駅周辺にお住まいのあなた、淀川区、東淀川区、そして西淀川区、この花区の皆さんには根性入ってる、そんな候補者を国会に送り込んでほしいんですよ。一番肝が据わってる人いるんです。ここに大石明子でございます。令和新選組の共同代表大石明子、一番国会で嫌われてるんです。この人国会議員の中で一番嫌がられてるんです。大石明子、どうしてか知ってますか？手加減しないからです。忖度しないからです。追及の手を緩めないからです。大石明子が質問を始めた途端に、これまで居眠りしてた、死んでんちゃうかいうぐらい寝てたおっさんがみんな目覚ますんですよ。それが大石明子です。どうか大石明子をもう一度国会に戻していただきたい。大石さん、皆さんにご挨拶お願いします。はい、大石明子です。皆さんありがとうございます。衆議院選挙に立候補しています。この3年間衆議院議員一期やりました。ぜひもう一期皆さんのお力で再選させていただきたい。私はもともと大阪府庁で公務員をやってました。2008年、15年ぐらい前ですね、橋本徹さんが最初に大阪府知事になった時に、ユニフォーム姿で橋本徹に噛みついた、それが女性職員、それが私大石明子です。その後も橋本徹さんが維新を作って、嘘ばっかりの政治、大阪府民のためと称してどんどん行政サービス減らしていって、人件費カット、人件費は悪や、そういう風潮を世の中に作り上げた維新、これに徹底抗戦しようと大阪府庁の中で戦ってきました。
その5年前に山本太郎さん、ここにいる山本太郎代表が令和新選組を作って、私 もうこれは世の中変える最後のチャンスかもしれない、そう思いまして令和新選組に入って、前回の衆議院選挙で衆議院議員になりました。市民選挙といいますか、組織もないしがらみもない選挙ですから、本当に私も含め素人で、素人の選挙やって全国最後の1議席復活当選が私大石明子でした。3年間心を込めて議員をやらせてもらいました。さっき、私が機関坊だと、国会で一番嫌われてるんやと、覚悟決まってるんやというお話を山本代表がしてくれたんですけど、私の生き方としてやはり最初に橋本徹さんに噛みついたというのもありますけど、やっぱり我慢ならない、間違ったことを言ってきてる人がそれをそのまま見過ごすことはできない、一生懸命生きてる人を踏みにじるような権力者のやり方は我慢ならない。ですから私のそういう15年の徹底抗戦の人生ですねを皆さんにも知っていただいて、口だけで言う議員っていっぱいいるんですけど、私自身は自分のために我慢ならないから徹底抗戦した方が自分の中では楽だから、だから体を張ってでも一人でもそういう覚悟を決めて戦ってきました。で2019年に山本太郎さんが、令和新選組を作ってくれたので、仲間ができたというか、山本太郎を一人にさせない、私も一緒に戦うんだということで、令和新選組をやってます。で今共同代表もやっています、大石明子です。ぜひそういう令和新選組を意気に感じていただいて、本気やなと、本気で国会でやる集団は私らだけやと、令和新選組だけやというところをぜひ、ご理解いただいて、大石明子、このエリアの方は私大石明子の名前を書いていただきたい、比例票という紙には令和を書いていただいて、大石明子一人になっても絶対戦う私大石明子、国会に改めて戻していただき、そして全国で令和の仲間を拡大して国会で、皆さんと政策実現、みんなが豊かになる社会を実現したいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。令和新選組の大石明子からの皆さんへのご挨拶でございました。マイク変わりました。令和新選組代表の山本太郎、塚本駅にお邪魔しております。皆さん学校とか会社の中でね、一人で孤立するって怖いじゃないですか。皆さん孤立する必要はないんですよ。うまいことを強調していきながら毎日の生活をしていただくのが一番いいんですけれど、ただし国会という場所はダメなんです。それじゃ慣れ合いになっちゃいけない。今や国会は職案になっちゃってるんですよ。次の自分が国会という場所に戻るための議員バッジを手に入れるためのものすごく居心地のいいクラブになってるんですよ。そんな居心地のいいクラブを維持するために、皆さんの首が絞まるような法律をしょうがないよね通ってもっていうスタンスで野党にやられちゃったら、この国むちゃくちゃになりますよ。30年どうして先進国で日本だけが経済不況続くんですか。日本だけですよ。そんな馴れ合いの政治がいつまでも続いてるから、野党が徹底的に体を張って止めていたら日本の経済ここまで悪化してませんよ。国民全体の6割が生活が苦しいみたいな状況になってませんよ。格差ここまで開いてませんよ。だったら本気の野党が拡大していくことによって他の人たちにも緊張感が生まれていくんですね。プロレスじゃダメだと、プロレスを悪く言ってるわけじゃない。でも私たちはいきなり金蹴りもしますよ。関係ないですもん。与党も野党も関係ない。ダメなものはダメなんですよ。国民を裏切ることは許せない。当然その立場からそういうものが拡大すればおのずとこれは緊張感が生まれる。ぜひ令和を拡大するためにお力を貸していただきたいんですね。そのためには大阪5区、淀川、西淀、東淀、そしてこの花の皆さんには大石明子、絶対に国会に戻していただきたいと思います。そしてピンクの投票用紙、比例ではひらがな3文字、令和とお書きください。よろしくお願いします。ここまでは軽いご挨拶。ここからはですね、令和新選組代表山本太郎が私たちが何をやりたいかということを簡単にお話しします。今この日本の中でやらなきゃいけないことなんですか。人間の尊厳が守れる社会を作らなきゃいけない。
人間の尊厳守れる社会って何ですか。あなたが明日の生活や来月のこと、来年のことを心配、思い煩わずに生きていける、つまりは経済的安定が一番なんです。この国でやらなきゃいけないことは経済の安定です。30年奪われてるんです。30年失われてるんです。それを考えた時にやるべきことははっきりしてる。日本の経済立て直すために大胆な減税が必要です。私たち令和新選組は消費税の廃止を訴えてるんですね。でも多くの方々からしてみたら、消費税の廃止バカなんじゃないのって思われる方結構いるんです。どうして消費税の廃止が無理だと思うんですか。実はできるんですよ。あなたが今日1日払った消費税、先月1ヶ月払った消費税、コンビニで払う、料理屋で払う、いろんなところで払ってる消費税、ほとんど社会保障に回ってないんですよ。消費税とは社会保障を支えるための財源ではありません。みんなから絞り取った消費税の一部しか社会保障に回っていない。じゃあ消費税って何なんですか。大企業に対して減税を進めるための穴埋めなんです。消費税が上がるたびに法人税は下げられ続けてきました。皆さん払う理由なんてほとんどないんですよ。あなたのためのものじゃないから。じゃあ消費税やめたらどうなりますかって言ったら、皆さんの手元に1年間で20万円から30万円のお金を置いておくことができる。20万から30万円皆さんが1年で使えるお金増えたら何しますか。貯金する人もいるかもしれない。でも全部は貯金しないですよね。一部でも使うはずです。あなたがお金を使ってくれれば、そのお金は回り回って誰かの所得、給料に変わっていく当たり前の循環、これが拡大していくんです。そして不況の時、景気が悪い時に消費税って絶対に上げちゃダメなんです。世界でそんな自殺国家存在しない、日本だけなんです。1997年に消費税 5% に上げた。翌年から本格的デフレ、そこから生み出されたものは就職氷河期。多くの人たちが就職さえ叶わないような状態になっちゃった。そこからの30年日本は転がり落ちてるんですよ。経済悪くなり続けてるんですよ。不況の時に増税する、消費税増税するバカな国家は日本だけなんです。それによって日本どうなった。残念ながら社会の底抜けちゃったんです。誰かが使ったお金が誰かの給料になるっていう循環がどんどん失われていった。そしてもう一つ、金持ちや大企業のために穴埋めとして消費税を拡大しただけじゃなくて、働き方壊されました。非正規労働の拡大。非正規労働って何か。不安定、首切りやすい、給料安い、そういった働き方が広がっていったら減るものがあります。実質賃金が減るんです。一人一人使えるお金が減っていけば、使えるお金が減るってことだから社会にお金回りませんよね。結果それで世の中が不安定になっていく、景気が悪くなっていくっていうことになっちゃったんです。じゃあ大企業減税のために消費税をどんどん増税したり、コストを安くしたいために非正規の労働を拡大したり、一部の人たちが得するようなことを30年間続けた上で、皆さんには負担をどんどん増やしていくっていう社会になったら国はどうなりますか。壊れるんです。もうすでに日本は壊れてる。冒頭言いました、6人に1人が貧困、高齢者5人に1人が貧困、1人暮らし女性4人に1人が貧困で、1人を痩せたい2つに1つが貧困。こんな国に未来はあるか。はっきり言ってないです。こんな国で希望を持てるか。持てるわけがない。不安しかない。あなたの考えてることは間違ってない。自分の将来に不安しかない。その考えはこのままじゃ的中しちゃう。私勘弁してほしいんですよ、そんなの。まずは消費税やめましょう。一部のものだけに優遇するような税制で中小企業をガタガタにして皆さんの生活をむちゃくちゃにする。買い物するたびに 10% の罰金なんて冗談じゃないです。この消費税はやめられる。あなたが消費税をやめようと思えば、この国のオーナーのあなたが思えば、それは実現できることです。どうかその先頭に令和新選組に立たせていただけないでしょうか。消費税は廃止、令和新選組でございます。そして
大阪5区、淀川、東淀川、西淀川、そしてこの花にお住まいの皆さん、大阪5区、大石あき子、大石あき子を必ず国会に戻してください。よろしくお願いいたします。もう一つだけ話させてくださいね。令和新選組代表、山本太郎でございます。短期的な景気対策として、大胆に需要を喚起する。消費を喚起し、投資を喚起し、失われた需要を持ち上げ、日本の景気を持ち上げる、底上げする。そのためには消費税、これ、てきめんです。廃止にしたらごめんなさい、景気良くなっちゃうんですよ。もう一つやらなきゃいけないことがある。それは何か。ものづくり大国、日本を復活させることなんです。昔日本はジャパンアズナンバーワンと呼ばれた。世界の中心にいた。それが今や世界から転げ落ちた。極東の島国はもうこのまま行けば貧困国家になってしまう手前です。日本の中小企業が持つさまざまな技術、そういったものが需要が失われるたびにどんどん毀損される、壊されていった30年でした。もう一度私は日本の製造業を立て直したいと思ってます。そのために必要なことは何か。参考にするのがアメリカ。アメリカは1年間で80兆円規模のお金を使って、アメリカ国内で作られた製品をアメリカ政府が買い上げていくってことをやってるんです。バイアメリカン政策。アメリカ国内でアメリカ人の手によって作られたさまざまな製品をアメリカ政府が買っていく。これやったらどうなりました。製造業が息を吹き返した。そして賃金が高くて安定した良質な雇用を取り戻した。まさに今日本に必要な政策なんです。バイジャパニーズ政策、メイドインジャパンを日本政府が買いまくる。それによって日本の製造業をもう一度立て直す、私たちの政策です。どうか消費税廃止、そしてバイジャパニーズ、メイドインジャパンを買いまくれ、政府調達で、この2つ前に進めさせていただきたいです。お力貸してください。令和新選組と申します。ありがとうございます。他にもさまざま政策はございますけれども、ホームページを見ていただければさまざま政策をご覧いただくことができます。そしてですね、山本だけじゃなくて大石の話も聞きたいって方、選挙期間中それ以外でもですね、大石、選挙区内うろうろしてますので、直接しゃべりかけたり演説を聞いていただく方がいいと思います。今日はですね、時間がすごくタイトの中で私がメインでしゃべりましたけれども、大石、私よりもさまざまな物事を知ってたりとか、私たちの令和新選組の政策審議会、政策を考えるっていうところの、トップをやってるんですね。まさに彼女なくして令和は、存在しない。令和のこういった力強い政策の数々は彼女が作ったものです。どうかですね、あなたのお力、お借りしたい、そういう、気持ちでいっぱいです。大石あき子を支えてください。よろしくお願いいたします。選挙区は大石あき子、そして比例ピンク色の投票用紙にはひらがな3文字で令和、令和とお書きください。よろしくお願いします。ありがとうございます。もう少し数分あるので大石あき子にマイクを譲ります。大石あき子お願いします。はい、改めまして大石あき子です。令和新選組の共同代表やってます。皆さんありがとうございました。25年前と比べて中間層の年収むっちゃ下がってるんです。131万円下がってて、だからこれ取り戻してやっと25年前と同じ状況になるだけなんです。でも先進国で普通25年経ったら振り返ってみたら3割とか豊かになってるの当たり前なんですよ、資本主義だから。で2倍豊かになってる国もあります。しかし日本は実質賃金が 17% 減ってる、マイナスになってる唯一の国家です。なぜっていうのはやはり裏金に見られるような資本家のための税制、税の仕組み変えたり、いろんな法制度を改悪するっていうことで裏金のようなお小遣いをもらえるっていう、そういう自民党政治っていうのが続いているからなんですね。やっぱりこれをこの選挙で終わらせないといけません。131万円も年収奪われてるんですから、消費税廃止して、先ほど言いました20万から30万円ぐらいのあなたのお買い物できる金を取り戻せます。また社会保険料も下げないといけないんです。月収30万円ぐらいの、中間層の方で月6万円以上の
社会保険料取られてるんです。こんなのもう地獄でしかないんです。で、社会保険料取られた後に所得税だとか住民税、森林環境税とかんで消費税ですから、もうありえないんですよ。これは国が覚悟決めて、国民負担を国が金出さないといけないんですよ。社会保険料を下げる令和新選組では、後期高齢者医療制度を廃止します。これはもう破綻しているから。83歳の平均のお年寄りグループで自分たちで医療を見ろって、それは無理なんです、もともと。で、そこをお年寄りの負担上げようぜって言ってるのが維新であり公明党なんです。そういう人たちに議席与えたらいけないんですよ。現役の負担はそれでは下がりません。国が金出さないといけないんですよ。国にお金はあるんです。国債発行もできるし、もともとあるんですよ。年金だって290兆円積み立ててますから、これは1年の年金支出の 5年分に相当するんですよ。そんなの他の欧米諸国とかもやっていない。2、3ヶ月です、せいぜい。だからできるんです。金あるんです。国が覚悟を決める、それだけなんです。それを令和新選組にやらせていただきたい。必ずできます。社会保険料下げたら年間20万円くらいまたあなたの使えるお金が増えます。というか取り戻せます。それぐらいやらなきゃ世の中変わらない。やらせてください。令和新選組に、大石あき子に、ぜひ大石あき子に1票お願いします。それからですね、これ宣伝物、このハガキです。大石あき子を必ず再選させていただきたいための大事なツールです。この封筒、応援してくださる方、中にハガキとハガキのマニュアル入ってます。日曜日ぐらいまでが取り組みの最後なんで、あなたのお知り合い、この大阪5区というとこ、淀川区、東淀川区、西淀川区、この花区にお住まいでないでしょうか。ぜひハガキセット持って帰っていただいて、あなたのお知り合い紹介していただいて、広げていただきたい。大石あき子、本気です。ぜひ再選させていただきたい。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんの中で、淀川区、西淀川、東淀川、この花に友達がいるって方どれぐらいいらっしゃいます？一人でも友達がいるって方どれぐらいいらっしゃいますかね。ありがとうございます。ぜひこの封筒を持って帰ってほしいんです。ごめんなさい、この封筒の中には現金入ってません。ごめんなさいね、自民党じゃないので申し訳ございません。あなたのお友達、大阪国内にお住まいの友達を紹介してくださいという、これは公職選挙法に乗っ取った、ちゃんとしたツールですのでご安心ください。ぜひですね、お帰りの際にこちらの封筒をお持ちいただいて、大石あき子をあなた一人から横に広げるためのツールでございます。令和新選組、大石あき子にぜひお力を貸してください。お持ち帰りください。よろしくお願いいたします。さあ、というわけでこの後にですね、山本太郎と、そして国会、衆議院で一番嫌われる、